ジョバスちゃん。はい、MC のミヤちゃんです。ミヤちゃんです。よろしくお願いします。はい、この番組はですね、ジョバスが大好きなミリアちゃんとですね、絶賛ドハマり中のツゲちゃんがお送りする50分間の斜め下目線の、女子バスケ専門バラエティ番組でございます。はい、世界レベルで、強い可愛い面白い女子バスケットを、もっとより多くの人に知っていただこうと思うって気持ちだけでやっております。50分間になります。はい、そういった番組でございます、はい、ということで今日も始まりましたけども、ミリアさん、とりあえずミリアちゃん、ちょっとあれですよね、ちょっとまずは言わなきゃいけないことがあるんですよね、はい、ちょっとね、うん、衣装全衣装忘れました荷物がね、はい、一応まとめてものがね、あるんですけども、はい、今日玄関先でね、はい、この帽子ですよ、要はこの帽子がね、本当に元凶と言いますか、はい、先週これ商店街でジョバスちゃん終わりに、ね、ツゲと一緒にね、ツゲもまあ別のハット買ったんですけど、はい、200円ぐらいで200円で買ったんですけど、ワゴンセールで買ったんですけど、はい、それを忘れちゃって、うんうん、普通の格好してたの、うん、あ、でも今週、うん、モーニングで、この1個前の番組のモーニングでこれをかぶって、はい、コーディネートして来ましょうね来週とかって言ってたと思って、それで1回部屋に戻って、はい、着替え直して、はい、多分荷物丸ごと忘れてきちゃったこんなことあります？本当にこれ役よ、役役ですね、うんうん、ということでね、急遽暁5、まあ前僕ら来てたんでね、そんな違和感はないんですけども、はい、ね、ちょっと僕だけこれがついてるとか、ね、はい、ごめんなさい、僕はそういうのね、意外にしっかりしてるな、はい、ということでございますけども、まずはダブルリーグがですね、はい、シーズンがはい、終わりまして、はい、で揃ったこれからプレーオフに進むということでね、はい、シーズン最後の試合も結構熱い試合がいっぱいありましたね。いや、面白かった、はい、ね、何ですか、山梨さん、山梨さんね、すごかったですね、熱い試合でした。もう私もう若原ちゃんのリバウンドでバンバン飛んでる時、はい、ちょっと涙出そうになっちゃって、いやー、そうですよ、もう累戦崩壊、なんかもうなんていうの、気迫が感じられたのと、うん、あと、うん、まあ私シーズン始まりからずっと注目し、個人的にね、はい、ふつふつと自分の中でもこう、うんうんうん、ブームが来ているという富田さんですね、5番、富田さん、はい、5番富田さんが、はい、後半で、うん、もうバスカンとファール連続もらいみたいな、フリースローズ立て続けに打つみたいな、はい、もうシーンでどんどん点差が縮まっていくシーンがとっても良かったですね、はい、素晴らしかったです、はい、僕その後に山梨クイーンビーズさんが出してた、はい、選手のそれぞれのインタビューみたいなのがあって、うんうんうん、あの時確か内堀選手と、はい、若様が、やってたんですけど、そこにねピュッて僕ちょっと飛ばしてみたら、うん、内堀選手が喋ってるんですけど、はい、隣で若様がすごい相槌をこう打ってあげてる上げてるというか打つんですよね。だから一瞬どっちが喋ってんだそう、二人ともこう喋ってる時ってこう何とかで何とかでってやってる横で若様もやってるからマスクしてるからどっちが喋ってんだろうみたいな、っていうのがありました。ね、デンソーとトヨタ戦はやっぱり何回見ても面白いですね、うん、あ、面白いですね。やっぱ一番私楽しみなのはデンソーさんとトヨタさんの、はい、当たるのが、いやー、熱い試合でしたね、うん、もう当たるたんびに楽しみなの、うわー、来週デンソートヨタ戦だと思って、面白いのよ、やっぱインサイド陣も面白いし、うん、3番4番のプレイヤーの人たちの、はい、やり合いも面白いし、うん、でお互いやっぱスペイン人じゃない、うんうんうん、ヘッドコーチ陣がスペイン方だから、そうですね、やっぱりもう戦術が見たことないことをしてくるんですよ。2日目の、はい、2戦目のあのスターターの近藤さん、はい、びっくりしましたね、びっくりしましたね、やっぱほら近藤さんのアベレージの高さって、うんうん、やっぱりシックスマンで絶対起用したいタイプじゃないですか、うんうんうん、そこをスターターに持ってくるっていう、うん、なんかもうスタートから、トヨタさんを困らせようとしてる感じが、うん、私はすごいうわっと思って、これだからトヨタさんからしたら、あれ近藤できた、うん、あれこっちのスターターちょっとどうんって なりますもんね、やっぱりね、この後でもやっぱりトヨタさんもスターターでルーキーのファトージャさんを使ってきて、うんうん、ね、もうそっちがそれならこっちもっていう感じの、はいはいはい、これでもミリアちゃんもツゲちゃんもちょっと気になってたのはファトージャさんの髪型、はい、細いね、シルエット的にこう、うん、細いミッキーマウスみたいな、そう、細ミッキーで来たぞっていう2つのねポワンポワンってした、はい、そうなんですよね、はい、あれ可愛らしい、本当に可愛らしいやつで、で、あと、ね、一応後半にね、はい、ゲーム2の後半にやっぱ見どころというか、はい、あったりしたんですよね、はい、萌子さんがですね、はい、
テクニカルを取られて、うん、縦付けにファウル2つ取られたんですけど、はい、あの1個目ファウル取られた後に、はい、今まですっごい我慢してたのよ、はい、やっぱエブリンが出れない、うん、河村選手が出れないって中で、うん、自分がやっぱそのインサイドの軸となってもうなんてメンタルも我慢しなきゃいけないし、うん、ファールも抑えなきゃいけないっていうところを抑えてきたんですが、うん、後半ピッてファール取られて、うん、あーなんでみたいな感じで、うんうん、そんな当たってないよボールには、はい、けどこう床にボールをねちょっとこうドリブル一回パーンってやったそうぐらいの、ね、そのボールが意外と跳ねすぎちゃって、うん、あのす見たことない高さまで跳ねたのよポーンってその時にボールがこう跳ね上がってビヨーンっていってる時にあやば これテクニカル取られんじゃないかなっていうのが多分萌子さんよぎったと思う、うん、でその顔ですね、うん、クソっていう顔から何でもないよって今のはっていう顔に表情戻したその瞬間が面白かったですあ人間だって思ってそうですねやべえってなっちゃうと捉えちゃうからそうそう今のは別にっていう、うん、こう、うん、うん、みたいな、うん、これ狙ってるから私っていうスタッピーってことですね、うん、テクニカル捉えちゃったのよだから僕らがガーンってやったぐらいの 20% の力で100% やってたらあれねコートにドーンって埋まってましたもんね、はい、ボールがねだから JBA さんが、うん、あの公式でインスタグラムでお写真出してる、はい、萌子さんの写真がね1枚あるんですけど、うん、ドリブルしてこう、はい、多分ねこう今からバーってバックコート攻めるぞみたいな、うんうんうん、こう走ってる腕が残像で、はい、腕の残像で二の腕がボコーってなんか映ってるのねあれ一枚ねすごい上手いこと言っちゃってるんですよ、ね、上手いことここの二の腕の振り袖の部分が、はい、ビヤーンってこう、うん、だからあれを思い出しちゃったのよ萌子ちゃん のボール跳ね具合あれ残像じゃなかったんじゃないのかなってこれ本当はこれぐらいあんのをなんか巻いてさらしかなんかで巻いていつも押さえてんじゃないのかなっていうこんなもぶわー本当はあんのかもしれないっていうねえそんなシーンもありましたねまだ見てない方見てみていただければね、はいまた楽しめるんじゃないかと思います、はい、そして僕らがずっとね同行ってて気になっていた、はい方いらっしゃったんですけど、はい北沢審判ですね、はい、北沢審判なんとですね、はい、サンロッカー渋谷僕応援してるんですけども、はい、男子の B リーグですね、はい、サンロッカー渋谷の秋田戦2月10日だったんだな、はいはいセカンドアンパイアとして見たいわきっちり固めるまっすぐでしたやっぱりまっすぐでしたピーンでした本当に地球に対しての人類の中で一番垂直ですからね、はい、そうなんですよだから、ね、よくね、なんですか道路とかでこう垂直度を測ってるじゃないですか、うん測量してるねはい、あれの一番基準は北沢審判の立ち方ですから、はい、結構ねエキサイトをする、はい、結構両チームの人たちもガンガン言う試合だったんですけど、うん、しっかりこういやーいいね私あの方が一番好きです審判の中で、はい北沢審判の出した喫茶店の入れたコーヒーを飲みたいです、ね、飲みたいです、はい、850円までだったら通います通うってことはですかねすごい、はい、はい、ということであとですね、はい、コメントをまたいただいてます、はい、いろいろ皆さんありがとうございますもうねアーカイブ上がったよっつったらみんなガン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 やってくれて、はい、これ気になるなとか、はいはいね、MJP 撮った、直近さんも、はいね、気になるわ煽るわなんつって上げてくれてましたけど、うんうんうん、喜んでんだあいつはなんですよクソみそ言われても M だなパイセンちゃんに失礼ですけどすみません、はい、ありがとうございますいつもねハッシュタグいっぱいつけてくれてる、うん安倍さんっていう方がいらっしゃいましてですね、はい、安倍さんいつもハッシュタグではい暴食さんのコールリーダーはいいろんなね気になる感じでハッシュタグつけてあげてくれてるんですけどちょっと気になるところがありまして、はい、それだけちょっと安倍さん本当にありがたいんですけども、はい、これだけっていうことなんですけども、うん、少し間違いがありましたねそれだけちょっと僕らの方でね、はい、番組でやることにないのかもしれないですけどね、はいまずあげてくれてるんですけどね、うん鳥越アリーズ FM すいませんアズーリです、アズーリですいいんですよいいんですもうありがたいんですけども、うん、せっかくあげていただくのはアズーリという、ね、名前でございますすいませんありがとうございますあとねいろいろあげてくれてるんですよ備品を自宅に忘れるとかね、うん、これ見どころをね前回のミリアちゃん、今週のミリアちゃんも、パート2でございますねパート2 この間は備品忘れたけど、はい、今回衣装忘れる必須用品を忘れましたあと、ギターのシュウというね、はいミリアちゃんがドラフトで選んだんですけども、はい、飯島選手、はい、ギターのシュウですねギターのシュウと言ったんですけどシュウの H と U がですね
大文字が小文字なんですよね。すいません、あの大文字じゃないんですよ、大文字は S のみです。 S のみで、そうそう、私もあのビジュアル系のバンドのメンバー構成で、うん、やっぱりプロデューサーとして、はい、そこは口酸っぱく言いたいですね、はい、SHU 小文字なんですね。すいません、それだけお願いします。すいません、本当に申し訳ないんですよ。嫌なこと言いたいんじゃないんですよ。すいません、本当せっかくだなということでね、やっぱミリアちゃんこだわりが強いんだよね、その辺ね。皆さんこれからもね、いろいろねコメントいただければと思いますんで、はい、本当にありがとうございます。ごめんなさい、あと1点だけいいですか。はい、私アーカイブ見てて、はい、過去の、はい、前、はい、トヨタさんの大喜利出してきたって、あの、はい、川村さんの時かな、はいはい、車ので、トヨタさん、はい、いや肉入り出し方するね、こういうやり方で、はい、お題くれてっつって、つげ、はい、が、いや肉いねトヨタって言ったじゃん。ああ言っちゃいました。いや肉いねは三菱なんよって、はい、あのキャッチコピーを、はいはいはい、で私さ急遽なんかやったじゃん、はい、肉いね三菱の三菱あんちゃんのモノマネを、はい、あれさ練習なしでやってるから、はい、あんま似てなくて、はい、練習してきたから聞いてどうでもいいどうでもいいいや、やっぱ許せなかったな、あのアーカイブ見て、え、似てねえじゃん、あんまと思って。確かにモッチーの時からね、うん、モノマネには定評がありますからじゃあすみません、ちょっとね、じゃあ一応見ますか、皆さんね、はい、あんちゃんだと思って聞いてね、あんちゃんだと思って見ましょう、じゃあ、うん、じゃあお願いします、はい、憎いね、三菱どうですあ、前回と比べてちょっと分かんないですね何なのこの時間じゃあすいません、1週間2週間やり込んできた、ちょっとすいません、だから僕もあんちゃんのもう一回見てから、もう一回ちょっと来週もう一回感想言わせてください、はいはい、すいません、はい、皆さんもね感想くださいということで、はい、ちょっとオープニング長くなっちゃいましたけど、ね、はい、ごめんなさい、はい、すいません、はい、それでは一つ目のコーナーは何でしょうか。ジョバスちゃん的コートネーミング。さあ早速新コーナーでございますよバンバン出すぞ新コーナー、バンバン新コーナー、まあもう新コーナーって言ってもね、普段喋ってるようなことなんであんま変わんないかもしれないんですけども、そうそう、あのコートネームってね皆さん知ってると思うんですけど、はい、皆さんついてますけども、うんうん、それにねなんと名字をつけようじゃないかといやもう名字あるんだったらさ本当の名前あるじゃん、はい、そうなんですね、だから渡嘉敷ラム選手だったら渡嘉敷ラムが、渡嘉敷が名字でラムが名前で名前、はい、コートネーム、呼びやすくするためにコートネームを使う、はい、そうなんですよね、でタク、タク、うん、はい、なんですけど、うん、これ、ね、僕ら一個これ疑問がありまして、うん、被っちゃってるんですよね。そうなの、被っちゃうとコートネーム2つどっちのこと言ってるのか分かんなくなっちゃうから、今ねあの例題出した渡嘉敷選手タク、はい、タク、トヨタにもタクさんっているんですよ、はい、いるんですよね、川村選手がタクっていうタクなんですよ、被っちゃってるから、被っちゃってるから、うん、それは白黒というか分かりやすくしなきゃいけない、分かりました、ジョバスちゃんでやりましょうということで名字つけましょうということで、はい、勝手に名字をつけさせていただきます、ありがとうございます、はい、ただ僕ねコートネームってそんなに僕詳しくなくて、はいはい、皆さんねコートネームあるんですけど、普段僕コートネームで呼ぶことってあんまりなくて、はい、なんでね、コートネームあんま知らない方もねこれを機にちょっと、はい、全部意味があるんですよねちゃんとね、はい、例えばなんですけど、まず一つ目ですね、はい、1人目です、はいはい、加藤のぞみ選手、はい、トヨタ紡織加藤のぞみ選手、はい、あとキャップですね、はい、キャップ、はい、コートネームヨウ、ヨウ、はい、で意味が太陽のヨウですね、うんうんうん、ヨウにチームを明るく照らせるようにということで、ヨウとつけてます。なるほど、はい、これね先輩につけられたりとかなんかいろいろみんなにもらったりとか自分で考えたりとかしてるんですけど、意外とねこういうの面白いんですよね、はいはいはい、でこれでもヨウさんねまだね、うん、ヨウってね確かねあれさくらちゃんそうじゃなかったかな、あ、要って書い要って意味ですっていうねでヨウだった気がするんだよね確か、赤穂、うん、確かヨウ、ヨウだと思う、ヨウ、ひまわりちゃんがこうだこうで、はい、さくらちゃんがねヨウ、ヨウか、確かヨウヨウ問題もあったんですよ、はいはい、タクタク問題について、なので、はい、加藤選手のこのヨウに、はい、名字をつけようということで、ヨウさんね、はい、まあ僕らね今までまあもうずっとお世話になってますから、はい、会員番号000番、000番、ジョバスちゃんのね、ちょっとインフルエンサーでございます、そうですよインフルエンサーそれも勝手に言ってるんですよそう僕らがね、私インフルエンサーですって言ってくれてないんですけどしかもあのジョバスちゃんに限りなのよ、
そうそうそう。ジョシャンのインフルエンザ。インフルエンザなんですよ。だからもうこれ全部僕らってもう勝手なんで、はいはい、すみません、あの勝手につけさせていただきます、はい、名字ね、はい、まずね、なんかこういろんな、だから名字にも意味を持たせた方がいいよね、うん、そうなんですよ、コードネームが意味あるんだから、はい、そうなんですね、意味ないつけたって一緒だから、一緒だから、うん、もうそれはもう絶対つけましょう、はい、まあやっぱね、ずっと言ってたのは、まあ、本が好きっていうことありますね。そうそう、マイブームがね、あの、はい、公式のホームページにも暴食さんの、はい、プロフィール欄に、はい、マイブーム積んどくとあって、積んどくとは何ぞやと、はい、本を積み上げることだと、はい、うん、で書物好きなんですか。そうなんですよ、だから本をどんどん読んでね、うん、まあどん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 買うから読まない本も積んじゃってとかっていう、うんうん、とりあえず積んでおくっていうのとかとかかってるみたいなんですけどね、はい、まあ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 、でもやっぱね、私うん、加藤さんやっぱプロフィール、うんうん見てやっぱ一番印象的だったのはね、うん、やっぱ字の太さなんですよね、うん、あのこれもう本当に見ても欲しい、あ確かに、うん、これちょっと見したいですけど、あまあ許可取ってないね、プロフィールの見てみてください、はい、自分の手元でね、あのパソコンかなんかで叩き出して、はい、見てみていただいたら、はい、もうみんなね手書きなんですよ、小さく書いてるところも、うん、多分これサインペンですね、よくあるあの黒の水性のサインペンかな、もう後戻りできない油性の太太でももう欄いっぱいに書いてるの、積んどく横にペン持ち替えてボールペンで絵描いてます字は太で、字は太なんですよ、はいはいはい、だからまあそうですね、それで言うと字太陽っていう字太陽、字太陽、でも陽がカタカナだからね、なんかあそうか、名字もカタカナの方がいいのかな、カタカナどうなのかな、どっちでもありにしようか、どっちもありにしましょうか、はい、だから僕の中では日々成長っていうのが、はいはいはい、ブログですね、そうなんですよ、はい、やってるんで、はい、それを入れて精進ようっていうのもあれだな精進よう精進よう、 うわな何それ、出家かなんかしてんのそいつ出家するからやめて、コートにいてほしいから、精進しまで入れてもいいですね精進しようっていうなんだろう名字ね、でもやっぱ加藤さんっぽいのがいいんで、うん、やっぱなんか、うん、うん、この字の油性の太のあれで、はいはい、マッキーよマッキーだから、じゃあそこをマッキーってさ、ちょっとあんまりそうだから、マキさんとかになっちゃうかもしれないですもんね、じゃあマッキーってさ、はい、マキハラのりゆきってマッキーじゃん、マッキーですね、マキハラよどういう意味、いや字が太いんですよって、でマジックであの方はよくね、はい、書くんですけ ど、うん、はい、あのマッキーから取って牧原紀之のマッキー、もう意味わかんない、もうちょっといくのハングリースパイダーよって言うんです、あ、わかった、もっと有名な曲にしよう、世界に一つだけのようにしよう、あ、いい意味がわかんないけど、意味わかんないけど、なんかいいなんかいい、世界に一つだけのよう、世界に一つだけのよう、確かに世界の一つだけの人だからそうそうそう、あ、いいのできたな、あ、いいのできた、あとすいません、はい、宮ちゃん、僕も謝んなきゃいけないです、ここまで来て今思い出しました、はい、僕筆ペンと半紙を持ってきてここで僕が書いてここに貼ってくはずだったんですけど備品忘れましたわ、今日なんか忘れる日なんだね、忘れる日だ、やっぱこれに聞い取られてんの、やっぱどっか、そっか、俺もちょっと、うん、かぶってくれやがったな、茶色い帽子、茶色いやつね来週からここに並びますからあの命名したのが、はい、世界に一つだけのよう、はい、はい、で決まりでーす、ね、これ分かりやすいわ、いい、はい、じゃあちょっと今度はさくらさんのをつけたいですね、はいはい、はい、そしてこれもう大問題起きてるんですよね、タクタク問題につな、はいはい、あれして、これが高田真希選手と、羽田の尾崎紗耶子選手ですね、はい、これで高田真希選手の方なんですけども、はい、リツです、リツ、はい、でリバウンド強くのリツですね、ね、はい、これ面白い付け方で、もう一方が、はいはいはい、もう一枚お願いします、お願いします、尾崎紗耶子さんですね、はい、でリツなんですよ、はい、でチームや自分を律するのリツなんです、意味は違うんですけども、うん、コートネームが同じということで、これじゃあちょっと見分けがつかないということで、はい、これはつけなきゃダメですね、そうですね、尾崎さん、はい、やっぱ うん、何こうプロフィールで、うんうん、結構はい、羽田さんのプロフィールですね、はい、はい、羽田さんのプロフィールでありますね、う
だからリッスル、リッスルの事務所のリッスルって、リッスルってどういう意味なんですかね、こうちょっとすいません、はい、あの座右の銘で、うん、はい、好きな言葉に、はい、奇跡的にハングリーが入ってますね。入ってますね。なんでマッキーが立て続けにちょっと待ってください。ここでマッキーつながり、はい、そしてもう一人の選手が高田真希。マッキーあれあれ、いきなりなんだろう、このマッキーの、マッキーのいきなりマッキーストーリー、マッキーの字幕が来ちゃってるんですけど、ハングリーが入ってるんですよ、ね、そう、座右の銘、ステイハングリー、ステイフーリッシュ、うんうん、バカみたいに、違うか、ステイハングリー、ステイフーリッシュってどういう意味なんですかね、これ、貪欲に、あ、貪欲に、貪欲にバカでってことだよね、フーリッシュとバカってことだよね、バカみたいに貪欲にってことですかね、うん、そういうことか、かっこいいな、なるほど、だからご飯食べるの好きなんだね、あの作るのとかもこだわるんだこの方。そっかそっか。だってこの間餃子の作ってたけど皮も手作りしてたよ。あ、してましたよね、うんうん、皮まで手作り、暇だからとか言ってましたけど、いや暇だからってやんないよ、やんないやんない、皮まで手作り超めんどくさいですよね、皮まで手作りってすごい語呂いいね、皮まで手作りこれ悪いとこ出ちゃったけど、ちょっと私のまあ皮まで手作りのね、終わりがりっていうのがちょっとこれ、ね、ちょっと気になってんのよ、ちょっと寒いですけど一回言っちゃっていいですか、うん、はい、これ名字つけるなら、はい、川まで手作りつ、やめよやめよダメだやっぱり言ってみてダメだった、やっぱりやめ、ダメですね、語呂が一気に悪くなりましたし、語呂が一気に悪くなった、いや、尾崎選手ね、カフェでのんびりする寝る、はい、ビッキーズを一言で表すと幼い理由が見当たらないと、はい、好きな食べ物鶏肉、はい、マイブーム読書、あ、ここもそうなんだね、私のここを見てドライブ、ライブ確かに力強いですよ、ザッキーはね、どうしましょうかね、ザッキーはでもやっぱりその料理もあのやっぱり気になるよね、だってね、あのジョバス、うん、たまたまよ、たまたまかもしれないけど、はいはい、尾崎さん、はい、うちらがさ、そのアーカイブ出した翌日かな、はいはい、であの一応尾崎さんのお話に触れた回があったんですよ、うんうんうん、この方料理多分ジョバスで一番うまいですよって、はいはい、あのキャンプドラフトかなんかの時かもしれない、そうそう、でその翌日に尾崎さんたまたまなんですけど、うん、過去作った自分の作品を20個ぐらいストーリーに載せてたの、うんうんうん、全部手作りしたやつを載せときますみたいな、で私ありがとうと思ってジョバスさん見てくれたのかなぐらいに思ってさそれだったら嬉しいですねそうそう、だからもう鬼のようにあのレシピを載せたのよ、じゃあもう料理だな、料理だよ、ね、それはさすがだって皮まで手作りだし、うん、だからまあシェフ、うんうんうん、料理の鉄人とかね、はい、ありますけども、あ、料理鉄人、ね、料理の鉄人、料理の鉄人ってなんだっけ、あの人のあだ名って、あの 本名というか、私の記憶が確かならない人ですよね、あ、そうそうそうっていう、うんうん、パプリカかじったりとかする、鉄人の一番有名なあのシェフって誰だったっけ、中華の、あー、あれですよ、和食の人ですよね、和食だっけ、あ、陳建一、あ、中華のね、陳建一とか、あとはあのなんかもう一人有名な人いなかった、あのね、和食のあのすごい人いる、なんだっけな、和食の今道端、道端六三郎、うんうんうん、あ、うんうん、じゃあ道場リツサブローとかなんでミドルネームにするのこれミドルネームになってる、いいや、そうそう、ミドルネームにしよう、これ、これコントネームがミドルネームで、道場リツサブロー道、あー、いい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 、あー、いいわ、絶対絶対わかりやすいし、ね、道場リツサブロー生まれました、あ、そうだ、はい、あ、そうだ、あれも持ってきてないんだ、そうなんですよ、大喜利のやつも持ってきてないんだ、あとで、あの、そうだ、お願いします、お願いします、もう一部お願いします、すいません、道場律三郎が決まりましたね、はい、とりあえず先に、道場律三郎、はい、道場律三郎、道場の場って何だろう、あ、場所の場か、場所の場だと思います、はい、道場律三郎すいませんね、今日も苦難ねことやってますけどもはい、すいません、すいません、ありがとうございます。サブローはサブローとこれ。三にローですね。ローはあの月にしましょうか。あ、どっちも大丈夫です。六サブロー。はい。尾崎さん、道は律三郎になりました。
なんでミドルネームなんだろう、尾崎さんだけ。これだから阪神に書いてこないとね。そうですね、次は阪神に僕が。で、あとこれですね、世界に一つだけの用。いやー、いいですね。あれだ、まだ高田真希選手。高田選手、はい、はい、残ってます、ね、残ってますけども。やばい、これもう盛り上がりすぎて、もう時間はオーバーしています。ね、リバウンド強く、まあ、特になしが多いんですよね。そう、すごいんですよ。まあでも、まあ、無類の肉好きですからね、ジョバス界で、まあ、一番有名な肉狂いです、ね。はい、もうずっと高田真希選手のね、あの肉は僕ら追い続けてますから。はい、追い続けてますから。まあ、肉ですよね。肉だね。爆肉とかでもいいですけどね。爆肉です。赤身率。赤身率。いや、率さん一番赤身が好きなんだって。そっか。うん。あ、赤身律いいな、普通に名前っぽいし。赤身律、赤身律、赤身律いいな、もう決まっちゃいそうだな。赤身律、赤身律、赤身律に一旦しようか、一旦赤身律にする。そうですね、赤身律、赤身律にしましょうか、うん、僕書きましょうか、じゃあ。はい、赤身律、はい、一番名前っぽいな、最後にふわっと出てきた。はい、いな、探しゃいるかもしれない。赤身律。赤いに見るって書いてね。赤いに見るの方か。って書いて、はい、いそうじゃない、赤身律。赤身律いそうですね。いやー、はい、いいね。コートネーミングは本当にくだらないですけど、はい、面白い。皆さんもこの選手のコートネームの名字つけてっていうのがありましたら、はい、ぜひ送っていただければと思います、はい、今日決めたのは高田真希選手、尾崎選手、加藤選手の3人をね、はい、つけさせていただきます。この選手にもっていうのがあれば、はい、次から後ろに並びますので、はい、ぜひ楽しみにしてくださいということでございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いては、このコーナーでございます。どうぞ。こんにちは、ジョバスニュースグッティのお時間でございます。早速まず最初のニュースから参りましょう。まず一つ目のニュースです。3月1日未明、トヨタ自動車アンテロプス三好奈子選手がデコポンを食べた模様です。3月1日がデコポンの日という情報は三好選手自ら調べたわけではなく、カーナビが知らせてくれたとのことで、三好選手は熊本県産のデコポンを召し上がった模様です。これについてなんですけども、専門家柘植さん、これどう思われますか？そうですね、やっぱり3月1日やっぱ熊本で一番最初にあのデコポンが流通されたっていうことでですね、あのそうなんですね、それで制定されたっていうのがカーナビに入ってるっていう事実に驚きですね。そうですね、まあ、はい、お車はね、もちろんトヨタ車なんだと思いますけど、はい、なんだと思うんですけども、はい、まあ一つ気をつけてほしいのが、やっぱあのデコポンとかああいう柑橘系食べ過ぎるとですね、体が少し黄色くなる。あ、はい、その話聞いて私思い出しましたね、はい、はい、同級生に、うん、みかん大好きな子がいて、確かに手のひらと足の裏が黄色でしたね、はい、そうなんですね、バスケ部のキャプテンでしたけども、はい、うちの兄もですね、はい、あのみかんを1日4つ食べてたんですね、はい、で体が黄色くなりすぎて、少しいじめに遭うっていう。あ、ちょっとあのいじられちゃったっていう感じですかね。そうなんですね、それとも過激な方のいじめなんですかね。あのちょっといじられているのだったんですけど、はい、それをですね、兄は知らずに僕が言われてるのを、はい、まあ同じ中学校の別のところで、聞いてしまうって、すげえ黄色くねって言われてしまうっていう、そういう事件がありました。悲しい思い出ですね。ぜひそれは気をつけていただきたいな。明るいニュースだと思ったんですけど、なんかちょっと、はい、あの悲しいニュースになってしまいました。そうそう、まあでもすごくね、明るい、楽しい、未来につながるような。そうですね、はい、トヨタの、そのカーナビ技術もそうですけども、はいはい、今そういうのがあるんですね。そうなんですね、なんで、はい、あの皆さんもね、楽しんでいただければと思います。よろしく。何かありましたでしょうか。はい、すみません、ちょっと速報の方が、速報が何か今あるようですね。はい、はい、速報です。本好きで有名なトヨタ紡織加藤のぞみ選手が購入した書物に誤りがあることが発覚いたしました。加藤選手によりますと、購入したコービーブライアントの洋書が英語表記ではなくスペイン語表記だった模様です。繰り返します。
加藤選手によりますと、購入したコービー・ブライアントの洋書が英語表記ではなくスペイン語表記だった模様です。はい、こちら速報で入ってまいりました。これ未曾有の大事件ですね。はい、過去こういった事例はあまりないんじゃないかなっていうのがあるんですけども、はい、まあ、これスペイン語だったっていうことで、はい、私まあちょっとスペイン語と英語、はい、間違いの研究もやってますんで。あ、スペイン語、はい、英語間違い専門家でもあるんですか。はい、そうなんですね。はい、その研究を前に、8年ほどやってたんですけども。8年前に始められたんです、ね。ま、そうなんですよね。ちょっときっかけなんかは後ほど聞きます。はい、はい、まあ、日本スペイン語と英語って似てるんですよね、結構本当に。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だからでちょっとこれからですね、ちょっとスペイン語を勉強しようかななんて言ってたのもあったんで、はい、これすごい日本人ってスペイン語覚えやすくてですね、ほとんど全部カタカナで、カタカナ英語みたいな感じでカタカナで全部喋れるんで、はい、ぜひねそういった勉強していただければいいなと思うので、ちょっと僕の方からですねスペイン語辞典の、はい、ご紹介させていただきたいなと思って。あ、はい、はい、ありがとうございます。白水社のですね、はい、現代スペイン語辞典、はい、ね、これ大学語学学校ですごく推奨されてるんで、ぜひこれいいんじゃないかなっていうのと、あとちょっとでも移動中も使いたいよっていう時は、三省堂のですねデイリーコンサイス、うん、これ持ち運びすごく便利だっていうことでですね、皆さんすごく喜んでるみたいです。持ち運びにすごく便利なんで、喜ばれてるようなんですね。ただこれもしもですね、これ詐欺、まあ、ではないと思うんですけども、詐欺だった場合なんですけども、はい、もうクーリングオフが効かないんですね。なるほど、はい、通販の場合クーリングオフが効かないので。そうなんですね。そうなんですね。これちょっと詐欺だっていう場合はですね、どこかにちょっと相談していただくか、あとは僕の方にですね、はい、ご一報いただければ、はい、一緒に悔しがることはできるかなということで。さあ対策を何か取られるとかっていうのは、その方法的にはもう、いや違うんですね。対策として僕の方にご連絡いただければ、一度ですね、そういう会を開きまして、はい、一緒に悔しがれるっていうこと、クソっていうことはなんだよっていうことは僕も別にそれはしなくてもいいってことですもんね。そうですね、しなくてもいいんですけど、まあ、できればってことです。はい、そうですね。もしもこう詐欺被害にあって悔しい場合は僕に一報いただいて、はい、まあ、一応一旦お会いしてですね、いろんなその事情を聞きまして、一緒に悔しがることができるっていう、はい、そうですね。加藤さんも多分悔しい思いをしてるとは思うんですけど。そうですね。なんか読み込んでみて、内容によりますと、一応開封して読んでみたものの、うん、はい、全然わからなくてっていうことなんで、はい、まあ僕も一緒にその気持ち一緒に共有しようかなっていう。はい、ありがとうございます。本日の、ジョバスニュースグッディ鳥小屋釣りからお送りいたしました。ジョバスニュースグッディ。グッドディです。はい、そして、次のコーナーは何でしょうかっていうことでございますけども、はい、ちょっとですね、先ほども話にあったんですけども、はい、萌子さんちょっとテクニカルで捉えたりとかですね、はい、その前にはですね、まあエブリン選手、はい、腕立てでテクニカルベンチでですね、ベンチ腕立てで試合が出てなかった、はい、その時はお休みになってて、はい、ベンチでちょっと腕立てをあったりとかですね、はい、ルーカスですね、テクニカルになった後にですね、
その前にコーヒーを飲んでいたなど、あと歯が取れちゃったとかね、はい、いろいろ星沢さん歯が取れちゃったとかね、いろいろ、はい、珍事件があったんですけども、はい、あれこれもしかしたらお題なんじゃないか、はい、お題をこっちにくれるためにそういろいろ起きてたんじゃないかということで、はい、このコーナーやりたいと思います。コーナー何でしょうか。あれ何だったっけ。ね、ギブアンドゴーです。ギブアンドゴーですよ。ギブアンドゴー。あれコーナー忘れちゃった。すんごいコーナーが飛んじゃったのよ、うんうん、え、ちょっと待ってください。僕がいろいろ説明してたじゃないですか、はい、どの辺から飛んでました。いや、今一瞬で飛んだいや、一瞬で飛んだのが、はい、今後ろにあるアズパンの、はいはい、あの目の色、はい、ブルーで、はい、テーブルブルーで、ね、帽子もブルーじゃん、うん、青いなって思った瞬間に飛んだしっかりしてくれよごめんなさい。はい、じゃあいきます。久々に吹けるわ鳴らせよちゃんと。じゃあしっかり吹けよはい、いきます。新コーナー何でしょう。あ、新コーナーですね、次のコーナー何でしょうか。ギブアンドゴーはい、はい、このコーナーですね、いろんなところからお寄せいただいたお題に対して僕らがですねジョバスちゃん的な回答を出していこうじゃないかというコーナーでございます。ありがとうございます、はい、ということで、さっきありましたけども、はい、ちょっとこういう珍事件があったということで、はい、今回こういうお題なんじゃないかということで、はい、こちらでございます。ドドン。プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。はい、わかりました、はい、ねえ、まあいろんな事件ありますけども、これプレーオフにね、いやね、もうなんていうの、野球ではチンプレーコンプレーってあるじゃないですか。でバスケはコンプレーっていうかコープレーはあるけど、はい、チンプレーってね結構少ないねっていう話してたんですけど、今年はちょっと豊作だったんです。そうなんですよね、うん、なんかこう茶化す風に捉えちゃいけないけど、うん、この間のハイテクさんの白白淡々事件もあったじゃないですか、はい、まあね、まあそういろいろな問題はあるんですけども、うんうんうん、こう一ファンとしたら、あ、こんななんか事件もあるんだっていうね、うん、はい、ちょっとほっこりするような部分もあるんで、はい、ということでプレーオフね、何が起こるか分かんないですから、はい、試合がも楽しもうということで珍事件を考えていきましょ う、はい、考えていきましょう。いやー、いろいろありますよ、はい、もうなんだろうね。ただね、頭にもありましたけども、はい、ミリアちゃんがね、これも忘れちゃった本当ね、私ね、T シャツはもうしょうがないと思った、うん、これでごまかせ、ほんと悔しいの、これ忘れたのが。今日はね、だからこのギブアンドゴーに関してはお忘れてミリアと呼ばせてお忘れてミリア、はい、お忘れてミリアさんと、はい、いきます、まあ、じゃあ行きましょうか。わ、そうだな、こんなんか行こうかな、うん、はい、あ、今回からいきましょう。じゃあちょっとすみません、はい、じゃあいきます、はい、プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。はい、これどっかでピーって心配吹かれた時ですね、トラベリングが本当に旅行に行っちゃったあ、トラベリングあの PA さん笑ってますPA さん笑ってますけど、これカメラの向こうの皆さん笑ってませんねはい、ねえ、そういうことじゃないんかな、ちょっと、うん、もう一個勝負してみようかな、うん、はい、これね見てる方意外となんですけどね、広いんですよこれ。そうなのよ、ね、広い時ってね意外とね、定まりづらいんですよね、はい、じゃあお忘れてミリアお願いします、はい、プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。ハイテクさんの淡々事件、白かぶりしましたね、はい、今度ですねエネオスさんとやった時に、はい、ハイテクエネオス緑かぶりです逆のもの、今度脳の方でかぶる。脳の方でかぶったんだもう絶対ダメだけどね次やったらお前いい加減しろって多分言われるだろうけど、あの時は羽田さんと審判の方があったかくこう、はい、募集試合にしませんよっていう判断を下したけど、はい、エネオさん分かりませんよ、ダメだダメだっていうかもしれない緑でかぶせてくるんだ、ダメだ緑ね、はい、あ、それも見たいな、それもダメよそうだよ、ダメ、はい、じゃあ行きますよ、はい、プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください、はい、ちょっとだからその事件がありましたんでね、はい、それとちょっと似たような感じかもしれない。試合中のソックスがルーズソックスだうわ
うわー、でも意外と怪我しなそうだね。意外と足首守られて、足も温められるし、ただソックタッチがこう汗でとかいうのはあるかもしれない、ね、だからもうあらかじめスーパールーズにしとかなきゃいけないんだ。トロントロンね、トロントロンでも長さがあるっていう、尺が取れるっていう風にしとかなきゃいけない。だマネージャーさんが多分僕らと同じ世代ぐらいのね、ルーズソックスだということで、ね、そうね、それぐらいだよね、はい、ソックスもかソックスお前持ってこいよって、分かりましたっつってルーズソックス持ってきちゃった。若い子だから好きだと思ったなというね。突き立てさんあたりにやってる暴食さんの暴食さん突き立てでやってほしい。一回ルーズソックス持ってきちゃった、うん、一回ね、一瞬だけ間違えちゃったっていう。いや、統括マネージャーしっかりしてほしいよね。そんなしっかりしなよみたいになるよね。はい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 。いいですね。はい。はい。じゃあ、いけますか。はい。お忘れて、ミリアスちゃんが。ねえ。はい。はい、じゃあミリアちゃんお願いします。プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。エブリンがね、ベンチで腕立てしたのをテクニカル取られましたけど、はい、筋トレがやっぱまずいんじゃないかと。なるほど、筋トレがね、はい、はい、なので、はい、いきます。イージードゥダンスエクササイズでテクニカル取られる、取られればそりゃ。いや、筋トレじゃないじゃん、エクササイズだから。エクササイズ、そうか、ちょっと落ちてんのか。ただ動きがでかくなっちゃってんだよ。で、多分人数も増えてる。イージードゥダンスフォーとかやってるわけですよね。筋トレがダメならエクササイズですっていうことで、やっぱりテクニカルを取られてしまうっていうことが起こるんではなかろうか。ぜひそれだったらな、一人サム役をやってほしいですね。DJ コウさんと。それ一回 DJ 用として加藤キャップに。はい、はい、じゃあ僕これちょっとトラベリングでね、はい、滑ったんでちょっともう一個勝負したい、はいはい、プレーオフで起こるかもしれない受験教えてください、はい、これも審判がピーって言うんですね、はい。ダブルドリブルがボールを2つ使った本当にダブルドリブル。ダメだよ絶対。もう一個邪魔だよ、もうどっから持ってきたんだ試合球以外で。試合球で決めるでしょ、単純に。どっから出したんだろうっていう。どっから持ってきたの。何そのチャンスボール。どっちが本当試合球っていう。じゃあさ、だって一個の球でさ、うん、こっちでフロントコートでさ、はい、試合してさ、はい、あれ一人いないなと思ったらさ、一人バックコート変えて自分のとこに延々と入れられるじゃん。玉入れ状態、玉入れ対決。ダメだよそんなの。これは過去なかったでしょうね、これは。あ、そうだね、今年はあるかもしれないけど。いやー、ちょっと面白いな。まあこの辺もね、起こり得ること、これね、意外と飛ばしすぎちゃうとね、面白くない。そうなんですよね、うん、じゃあ僕行きましょうかね、はい、はい、じゃあプレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。今ベンチでね、マスク着用なんですよ。そうですね、はい、それがプレーオフ、やっぱ緊張感あります。マスク着用義務を間違えてアイマスクをつけてきちゃった。あ、こっちはこっちもこっちもしてる、こっちももちろんつけてますよ。こっちももちろんつけてるけど、こっちつけちゃって、もうベンチがみんな。どこ、試合状況わかんないじゃん。わかんない。入った入った、今選手が入った入った。お前二重で疲れるわ。なんでよ、なんで選手がそんなことまでやんなきゃいけない。じゃあ選手が教えるってことは、選手が教える、何、ヘッドコーチも、うん、ヘッドコーチもアシスタントコーチも、うん、何、データ出す人も全員つけてる、全員つけてますよ。全員つけてるから。入った今、ファルナンコ、交代交代。もうデータつける人も iPad のなんかあれみたいな、これ合ってんのかな、これ、あれ、シリで、ルーカスも見えてないんだったら何の指示も出せないじゃん。だ、選手が交代して、そろそろ交代して、誰がいい感じ、誰ダメ。で、見えないからアイマスクしてるから、ルーカスがまたさ、こうコートの中に入っちゃって、またテクニカル、試合に参加してないのにテクニカル。全然違うところに交代交代。タイムアウト。はい、行きます。はい、行きましょう。
はい、はい、じゃあ、ミレちゃん、プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。はい、先ほど出ましたけど、高田選手ですね、うん、肉狂いの高田選手、うんうん、ですね。はい、ベンチ下がった時に飲むあのドリンクですね、はい、中身が青春塩のタレ死ぬぞいやでももう、休んだ時も本当は食べたいの肉を、はいはい、でももうタレで我慢すんのよ。そっか、うん、肉は食えないけどタレならいいだろうってよくねえわそれピューって飲んでるんですかそうそうそう、チビチビ飲んでる。うわ超珍事件だな。なんか汗かいてる割にグイグイいかないなと思ってチビチビ飲んでる。あれこれ何これタレじゃねえみたいな新事件っていうかもう鬼人だけどね、はい、まあちょっといいな、いいの出てるな行きます。僕いいですか、はいはい、プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。ちょ可愛らしい珍事件ですね、はいはい、どっからから忍び込んできたんでしょうか。トム・ホーバスの頭に蝶々が止まった大坂なおみさんの、顔に蝶々じゃないですけど、はい、いいねこれ。パタパタつって、見に来てたトム・ホーバスがあーとかなんとかだなってやった瞬間にパタッと、いやいいね、どう対応するんだろう。なおみさんは神対応だったけどね。そうですね、ホーバスどうなのか分かんないですね。マジでパチンって言うのかなマジマジ蝶々、そのまま蝶々の跡が残ってるっていう鱗粉がここに鱗粉がああいいですね、あるんじゃないかな。いやいい、可愛らしい、可愛らしい。まあカメラマンも多いですから撮る方いますよ。いますよね絶対ね。その写真見たいわじゃあ行きましょうか。はい、はい、がちょっと待って、ああ大丈夫です、ゆっくり行きましょう。あこれ行こうかな。はい、じゃあ行きましょう。メガちゃん、うん、プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください。あの星田選手ね、ちょっと試合中に歯が取れるっていう事件、はい、珍事件が起きたんですけど、はい、今度はですね、親知らずが取れた嬉しい、すごく嬉しい。またまたって歯取れて、また取れましたっつって、しゅんさんがね、はい、オフィシャルのとこ連れてって、あ取れたんですけど、親知らずなんで問題ないですってでオフィシャルもね、上ですか下ですか上です、上ですか、じゃあ、はい、屋根から下に放り投げてもらって分かりました、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあバスケやってきますんでじゃあ試合再開ピッ何の時間だよこれ時計止めんじゃねえよあ、はい、嬉しい。じゃあ僕行きましょうか。はい、プレーオフで起こるかもしれない事件を教えてください、うん、これね、嬉しいことにもつながるかもしれないですけど、はい、やっぱり今こういう状態、はい、ね、ディフェンスのソーシャルディスタンスが義務付けられて、シュートの成功率が上がりすぎる。ソーシャル、ああもう、はい、あれに行けないってことね。チェック行けない、チェック行けないんだ。2メートルいやそれ、あそっか2メートルなんだよ本来ね。そうです、2メートル、まあ、かこういうのですね、こういうの会場こうアクリル板、アクリル板持って、じゃあもうファールなしじゃん。ファールなしでもこれをでもこの板で、うんうん、ドリブラーをそっか、でも板で、でも板でできるもんね。そうできちゃうんですよ。でもパス出してる人は片手で持ってるわけじゃないですか、板を、うん、で今行くよっつってパス出してこうやってる人が持ち帰ってこう取らなきゃいけないから片手で取んなきゃいけない一回片手であこっちじゃなかった、アクリル板の方だった遅いよもう、遅いわ、遅いよ、書いちゃったんだもん。これ今のはカットかなそうですね、あもう終わりだ。じゃあミレちゃん最後いきますか。ヤスマちゃんが試合中髪切ったとかあったんだけどな近所の 犬がコートに乱入とか若原選手ですね、はい、はいはい、いきます。じゃあプレーオフで起こるかもしれない珍事件を教えてください。はい、若原選手です、ハッシュタグスライディングラインクロスという技が、はい、試合中に飛び出ましたけど、はい、新たに出ました。はい、スライディングバックコートです逆行き逆にスライディングです。上りと下りみたいな。上りと下りです。ぜひお願いします。でもね、スライディングラインクロスも、うん、こっちか。そうですね。もう、はい、バックコートもね、
UFO バイオレーションなんです。そうなんですね。だスライディングバックコートでディフェンスに戻るだったらセーフですね。セーフなんだけどね。大体バックコートって言われてるうちはバイオレーション。バイオレーションですね。そうなんですよ。わかりました。ちょっとそれ気をつけていただきながらスライディングさせていただければと思います。今日もね、ありがとうございます。今日新録コーナーやって楽しかったですね。はい、楽しかったです。毎週一人ずつちょっとつけていくのもいいですね。いや、これ私新コーナー久々当たりだと思って。当たりですね。はい、2、3分で一人とかでもいいんで、ちょっと次からもやっていきたいと思いますので、皆さんどんどんコメントくださいということで、ジョバスちゃんこれにて終了でございます。ゲームセット。また来週。